そしてもう何がこう最年長の余裕かと思ったのはレンズに向かってサインするところです。いやもうあれは素直に頼まれたことをサイン書いてくださいって言われたんで。あれはもともとネタとして温めていたんでしょうか。いやいやもう普通に間違えただけです。素直すぎましたね。素直すぎるでしょう。ちょっと時々書いてたんです、サイン。よくあの背中に、ね、服とか T シャツに、はい、サインお願いしたって本当に背中にバレないから、本人が見えてないから後で脱いでびっくりみたいな。いやー本当にね、そういうところでも板田さんの満面の笑みが見られた、ね、まあ良かったですね、はい、はい。